皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回はケーブルフロントリーズをお伝えしていきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE でお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。フロントレイズをする上でいろんなやり方が出回っていると思います。で、どれもめちゃくちゃいいなっていうふうにも思うんですけど、ケーブルフロントレイズが自分の中でしっくりきすぎて、半年以上フロントレイズはこれ以外やってないんですよね。ってぐらい僕の中で一番フロントに入るなって感じるフロントレイズを紹介したいと思います。フォームなんですけど、使うアタッチメントはこちらですね。このロープを使っていきます。で、これを下につけます。で、まあこれケーブルをまた下から通していくようなイメージでやっていくんですけど、足幅はジャンプして着地する時のこの足幅ぐらいで全然 OK です。ハの字になったりもしてもいいんですけど、僕は地面平行になるように立ってます。で、平行になるように立ったら骨盤を前傾させて膝をちょっと曲げる。で、この状態でグイッと胸張ります。で、この胸張った状態にすることによって肩甲骨が下がって下旋する状態で、肩甲骨下旋した状態をキープしたままフロントレイズを行うようなイメージでやっています。なので、できればずっと胸は上を向けてるような状態です。で、ちょっと前傾する。この状態でグッと上げていきます。で、この時にここまで上げたらいいっていうのもあるんですけど、僕はここまで上げてしまうとフロントから抜ける感覚っていうのがあって、ここで止めてあげることでフロントの収縮した状態をしっかりキープできるんで、僕はグッと上げてここで止まったら一旦ゆっくり落としていく。勢いよく上げてゆっくり落としていく。このイメージでやってます。で、今僕握り方こんな感じで、握り込むっていうよりかは親指はこのロープの丸い先っぽの部分、ここにポチってボタンを押すときのような感じの握り方でしてもらっていいです。この状態で握ってあげて、僕はこの上げたときにこのままではなく外に向ける。手首だけ外に向ける。手首硬い人はこの動きすることで手首痛める可能性あるんでやらなくていいですけど、余裕ある方はもう上げるときからずっと手首を、親指を外に向けとく。この状態で、こっからグッと上げるってなると肩が上がってくるんで、結局下旋させた状態キープできないんですよ。で、なってきたら僧帽筋が僕は関与してくるなっていう風に感じるんで、途中で止めています。で、途中で止めることも一気に負荷を収縮ポイントで乗せることになるので、勢いよく引いてもしっかりと肩のフロントに重量が乗るっていうことで、基本的にはこのフォームでやっております。勢いよく上げて無理やり重量を乗せるっていうので、僕は重めをまず最初にやるんですね。反動内でできないやつで、それ終わった後に半分ぐらいの重量で反動なしにしっかり最後まで限界まで上げるっていうドロップの組み方で行っております。まあそれが一番自分の中でパンプアップするなというのも思いますし、限界まで追い込めてる達成感というものもありますし、やっぱ体が変わったなって一番感じるのはこのドロップの組み方をし始めてからっていうのもあるので、ぜひ参考にしていただいたらなっていうふうに思います。今回ちょっとこのトレーニングのフォームでやってみて、どんな感じでパンプアップするのかっていうのをお見せできたらなというふうに思います。では行きましょう。胸を張って、親指を外に向けながら、グッと。僕の結構イメージとしてはこの時に顔を上げてあげるとさらにフロントがストレッチ効くんで、ちょっとイメージとしてはこういう感じで首も意識してます。あんまこれ重量変わんないんで軽くならないんですけど、半分ぐらいの重量にしてノーハンドでできる限り、今さっきまでこうやってたんがハンドなしで、やばなってきたら上げなくていいんで、とにかく動かす。あーってなってきたらやめて、このまま、って感じで力を入れております。これがケーブル
フロントレーズです。あ、ちゃんとやりすぎてめちゃくちゃ効いてますね。ぜひ皆さんも参考にフロントレーズやってみてください。参考になったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。まだこういったトレーニングを知りたい、どこ効いてんねんのこの種目ってどういうやり方でやったらいいんですかっていうのもあれば、解説でやっていきたいなっていうふうにも思うので、コメントしていただければ嬉しいです。概要欄には LINE の情報が載っていたり、新商品の情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄もしっかりとチェックしてみてください。ではまた来週の動画でお会いしましょう。さよなら。